ございます。元バンディット 400V です。2022年7月9日土曜日7時27分です。今回も張り切って元風呂にやっていきましょう。空曇ってますけども、まあ、天気悪くないですね。めちゃくちゃ暑くもないんで、走りやすい、感じになってます。昨日あの大きなニュースが飛び込んできたんで、まあ、ちょっと何話そうか、迷ったんですけども、まあ、事件の中身は話したくないんで、報道の話、報道絡みですね。まあ、有名なんですけども、テレビ東京、テレ東は、まあ、夕方夜、通常放送を続けました。なんだろう、民放全局、特番組んで同じ報道をやる必要が本当にあるのかなっていうのは疑問に思いますね。まあ、NHK は特別な放送局なんで、ちょっと違うと思うんですけども、なんだろう、この民間とはいえ、なんか協定を平時のうちに結んでおいて、まあ、そういう、大事件が起こった時に、まあ、どういうふうにその報道するのかっていうのをある程度こうルール決めるとか、まあ、時間帯によってそのなんだろう、報道する、局を決めたり、なんかそういうことをできないのかなってすごく思いますね。まあ、その重大な事件なんで、そのニュースを見れない人がいるのは問題だと思うんで、少なくともその住んでいる地域の、民放最低1局は報道してほしいとは思うんですけども、なんだろう、全部同じ特番見せられても辛いかなっていう感じはします。以前もここでお話したと思うんですけども、携帯キャリアの大規模障害ですね、また今回KDDI が起こしちゃいまして、規模という時間というかなり、ダメージ大きかったですね。で、その中で2つお話ししたいのは、1つはリスク管理の話で、ドコモの時もちょっとここでお話したんですけども、リスク管理ちゃんとしておいた方がいいよねというんで、まあ、その当時から私複数の携帯キャリアを、契約してます。まあ、今でも、それ続けてるんですけども、まあ、世の中の 100% っていうのはないんで、やっぱりリスク回避っていうんですかね、こうなんだろう、集中しすぎないようにうまく分散、まあ、分散するデメリットもいろいろあるとは思うんですけども、まあ、そういうのをいろいろ考えながら、工夫してるつもりではいるんですね。まあ、クレジットカードとか、金融機関とかも複数契約して、どこかダメでも、まあ、大体他のところで最悪、生活に支障が出ないようにと。まあ、ただそういう意味で言うと、電気とかガスとか水道っていう、まあ、通信もインフラなんですけども、それ以外のインフラじゃどうしてるのかっていうと、それはもう残念ながら利用者ではどうしようもなんないですよね。まあ、水道、複数の水道を引くっていうのもできませんし、電気も、まあ、電気はね、お金出せば複数系統から引くことは
企業ではできるんですけど、ちょっと個人でできるかどうかあれなんですけども、電柱を自分の費用で立てて別系統から引いてるっていう企業はありますよね。まあだからできるものとできないものあるんですけども、できる範囲で、という話と、あともう一個は、謝罪の仕方を間違えるとっていう話を確か、それはドコモの話とは別の機会で言ったかもしれないんですけども、まあ、KDDI も何回か記者会見、してますね。まあ、メインは何が起きたかっていう報告と、まあ、あとお詫びだと思うんですけども、特にそのお詫びの会見っていうのをちゃんとしないと、利用者の信頼をですね、思いっきり落とすことになりかねないかなと。なんかその趣旨が謝罪会見なんだけども、中途半端な謝り方で言い訳ばっかりするとかですね、まあ一番いけないのは嘘を言ったりごまかしたり、そういう場面ですね、やるともう最悪かなと。なんで、まあ、誠実に謝るっていうところなんですけども、お話の中身について言うと、事実と想定とそれから思いとちゃんと分けて、話をしなきゃいけないかなと。結構それがごちゃ混ぜになってるんで、逆にそのなんだろう、正しく伝わんないっていうか、間違って伝えるケースもありますね。なんでそこはちゃんとしておかないとまずいかなと。あとはまあタイミングですよね。なんだろう、事実が全て分かってからとか、要は中途半端な状態で、説明会というか会見開きたくないっていう気持ちは分かるんですけども、やっぱりその、悪いことであればあるほどもうこのタイムリーにっていうか早めに情報を出さないとまずいんですよね。まあ、KDDI、まあ、問題を起こしたことに関しては当然悪いんですけども、まあ、あとはタイミングもうちょっと早くっていう意見もあるかもしれないですけども、障害発生して対処してる最中に、まあ、記者会見開いたっていうのは、まあ、勇気ある行動かなと思いましたね。で、内容についても、まあ、それも人それぞれ捉え方あると思うんですけども、まあ、ちゃんと説明してたかなと、思います。携帯で言うとこの一つっていうか一社で必死になって頑張ってももうちょっとなんかかなり厳しい問題なのかなと思いますよね。トラブルってゼロにはできないし、全てを想定することもなかなか難しいですよね。リスク管理とはいえ想定できないことは中にはあると思うんですね。全てを考えるっていうのはやっぱりなかなか現実的じゃないかなと。だから、まあ、起こさないのが一番なんですけども、大規模障害は起きるという前提で、まあ、物事を考えていくしかないのかなと。別にその携帯キャリアの肩を持つ気はないですけども、なんかそういうふうに発想をまあ変えていかないと、ただただ叩いただけじゃダメかもしれないなというふうな思いがあります。はい、だらだら話してきましたけども、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。